ゲパードは、ハンガリーで開発された一連の遠距離狙撃銃である。ゲパードとは、チーターの意。ゲパードシリーズは、最初のモデルである M1 が、ハンガリー軍研究所によって1987年に設計され、マムウォーターメジャリングテクニック社が製造している。1991年からは、ハンガリー軍でも、正式対物ライフルとして採用されており、 国連軍として派兵されている部隊などで使用されている。初期のモデルは、ワルシャワ条約機構軍の重機関重要弾薬1 2 7 x 1 0 8ト、mm、ル弾薬のみを使用していたが、ハンガリーの自由化後、重心に改良を施すなどし、NATO 軍で使用されている1 2 7 x 9 9トル弾を使用できる輸出型も開発された。その後、 ハンガリー軍も、NATO の一員として活動するようになると、輸出型同様に、ハンガリー軍に、正式採用されたゲパード M1 は、すべて 12.7X99mm 口径に変更された。もともと、ゲパード M1 は、遠距離狙撃銃として開発されているため、優れた、命中精度を誇る。M1 の作動方式は、ボルトアクション方式を採用しており、 相談数は一発のみとなっている。激発メカニズムは独特であり、重波部分に激発メカニズムがまとめられており、先端には激震が露出して取り付けられており、重波がボルトハンドルを兼ねている。形状はシングルアクションの単発拳銃に近い。弾薬の装填方法は、重波を右方向に回転させて後方に引くことで激発。 メカニズム部分を重心から取り外し、その先端部分に弾薬を装着して機関部へ挿入する。最後は重波を左方向に回して元に戻すことで完了する。ハイサヤも同じ手順で行う。ゲッパード M2 では手動ボルトアクションに変わり、ロングリコイル方式のブローバック方式に変更され、以後、M3、M4、 M6, GM6 にロングリコイル方式の機構が用いられている。使用目的ごとに使い分けるため、様々なバリエーションが開発されている。M1 と同じく、ハンガリー軍研究所で開発された大物ライフル。ただし、M1 とは、違い純粋な大物ライフルとして設計されていて、分体に配備することを前提にしており、 兵員が一人で容易に運用できるよう、ブルパップ方式を採用し、断層を銃波の横に配置することで全長をできる限り短くしている。作動方式は、セミオートマチックで、機関部側面に5発もしくは10発の箱型断層を装填する。また、重厚に大型のマズルコンペンセーターの装着をしたり、重い重心を使用するなどして、 反動を軽減する工夫を施している。M2 を 14.5X114mm 口径に大型化したモデル。M2 を改良した遠距離狙撃銃。作動方式はロングリコイル方式でセミオートマチックである。ブルパップ方式を変更し、機関部と断層が銃波の前にある通常の形式になった。遠距離でも十分な精度を維持するため、 機関部を大型化し、振動を軽減させ、弾丸の重心内弾道を安定させている。また、重傷は折りたたみ可能なものとなった。使用弾薬は 12.7X108mm で、M1 と同じく、ハンガリー自由化後に 12.7X99mm の使用が可能なモデルの開発を行った。M2 を ボルトアクション方式の単発式に変更したモデル。ゲパード M5M4 の使用弾薬を 14.5X114mm 弾とした後継拡大型。ゲパード M6 ゲパードシリーズの最新モデル。M2 の改良型。ブルパップ方式を採用しており、サドはロングリコイル方式のセミオートマチック。重心を交代させ、 全長を短くした状態で傾向でき、傾向性を高めている。連射速度は高く、2秒で6連射ができるほど。対物ライフルとしては、小型軽量であり、立射姿勢で連射も可能なので、傾向性と合わせると速応性は高い。 ABCD とこいまさみ、軍用銃自転改定版並木処房 ISBN 9兆7848億9063万 2138AB 弾丸を発射すると、射撃時の反動により、重心が優邸と結合したまま交代する、作動方式。ありがとうございます。